うん、お邪魔します。こう松尾さんここで頭打ったことがあります。おじいさんが暮らした10年ぐらい暮らした家っていうのと、実はここ下村個人生活でしてるんですけど、実は養子に行ってるんで、ここは内田さんです。おお。で、ここがですね、暮らした家っていうのと、もう一つがですね、佐賀藩が3つ支藩ありますよね、うん、荻と鹿島と蓮池っていう3支藩あります。まあ、直重さんの子供なんですけども、実はその藩邸廃藩置県というのが明治4年だったと思うんですけど、藩邸をちょっと解体してこっちに移築した家になります。ですので、この御用門ですね、鍋島さんの家紋、実はこれは大友さんの家紋だったんですけども、大友宗麟さんたちが佐賀に攻めてきまして、はい、それで、まあ、龍造寺さんの家臣だった鍋島さんが野心をかけようと、うん、もう軍議を開いて、もう大川の方に筑後の方に逃げようと城を明け渡してですね、してたんですけども、そのまま城を明け渡すのは、まあ、尺だっていうことで、まあ、野心をかけます。それで、うん、この大友さんの家紋を自分の家紋にします、うん、っていうのは戦国時代皆さんご存知かと思いますけど、同門衆っていう同じ家紋の衆、うん、はい、お前はこの家紋使っていいよということで、大友さんはその家臣たちに、まあ、それ許可してたわけですね。だから鍋島さんもその家紋が憧れてまして、うん、それを自分の家紋にしちゃったということで、まあ、佐賀藩は十二光っていう、こう朝日新聞みたいなこう放射状になってるやつと、この御用門が家紋が2つあるということで、この家紋がですねここに乗っかっているということで、ここの家がすごいプライドがある。なぜかというと、みんな藁葺きなんですよ、明治、うん、でここの家だけが瓦葺き、しかもお殿様の瓦だから乗っかっているということで、まあ、すごいプライドがあった、まあ、それで次郎のお母さんはそのなんていうんですかね、プレッシャーがあるわけですね。ちゃんと育てんといかんということで。だけど次郎はそんなことどうでもいいということで。はい、じゃあ。鍋島さん、この説はうちの大友が大変失礼いたしました。本名はうちら虎六郎なんですけど、実は虎年生まれたっていうことじゃなくて、僕虎年です。猿年生まれ。猿と虎がちょうど十二支がですね、六、うん、個離れてるんです。12時と6時の関係だから、だけど猿っていう名前は付けたくないですよ、うん、虎とか竜とか、そういう名前を馬とか、そういう名前付けたいけど、猿っていうのは付けたくないですよね。猿っていう名前が付いてる人はおそらくいないと思う。だから虎次男だけど、六郎、虎六っていうのは猿年生まれの男の子という、うん、でこれがこっち横の湖、この個人を使ってたんですよ、最初、うん、それでこっちに変える。で東大で英文学を学んでますので、ちょうど漱石が、東大にいた時なんですけど、まあ、英文学のスコットという作品からこれをつけたと言われてます、うん、はい、増築したわけです、明治期に、うん、でこの4間、こことこことこの4間を蓮池町、蓮池公園のところから移築したということで、うん、まあ、ここら辺は一応幕末の柱になっています、はい、でここでいろんな舞台、お話が展開されると、その場所がここということになります。じゃあこっちの、ショーケースの方に行ってください。はい、ありましたですね、はい、政党がなくなって、みんな戦争に協力するよう、まあ、国家総動員法、治安維持法というのが、出されまして、みんな、みんな戦争に協力しようと、しないものは、まあ、小林多喜寿みたいにね、獄中で、獄死するっていう形で。で、青年団、少年団も、抑散化されてしまうんです、うん、個人たちが進めてた。でそれは尺だから、個人たちはですね、煙仲間運動っていうのを展開するんです。で実はこの煙仲間っていうのはですね、佐賀の誇るべき言葉なんです。実は釣り仲間とか飲み仲間とかありますけど、それと一緒にされちゃ困るんです。
これは葉隠れの中に出てきます。鯉の至極は忍鯉と見立て候というのが葉隠れの中にあります、うん、絶対に自分の気持ちを恋の相手ですね、それは言わないと、死ぬまで後の煙にそれと知れっていうこと、煙で分かってくれと、まあ、それが忍ぶ恋って固い絆で結ばれた仲間を煙の仲間とそうですから、これぜひですね、一番大事な言葉です。戦前戦争中戦後も煙仲間運動ということで展開します。で、個人のバックボーンがですね、まあ私たちも同じなんですけども、葉隠れ、ここお侍なんで葉隠れ、それから儒教、それと禅です。禅宗です、うん、まあ禅語っていうのが後ろに飾ってあるので後で説明します。で、一番次郎物語以上に力を入れたのがそこに論語物語というのがあります、ぜひ読まれてください、読まれた方があったらこれ図書館にあります、はい、四十にして惑わずとか詩いわく文化の勉強されたと思いますけども、うん、実は孔子さんは炉の国っていう国で、まあ、3000人弟子がいたんですね、うん、ところが孔子さんはとうとう死ぬまで書物を書かなかった、うん、だから孟子っていう本はあるんですけど孔子っていう本があるんです、うん、だから死んだ後十哲と言われている人たちがけんけんがくがく議論をした、だから論語ということになります。で、それを論語難しいのでそれをお話物語にしたっていうのがこの論語物語です。で、この中に白牛山槍っていうのがあります。読まれてないのでちょっと概略説明させてね、白牛っていう、まあ、城とか美西剣とかいろんな弟子たちがいますけども、白牛っていう、まあ、有望な弟子が病気になるんです。なんていう病気になるかっていうとハンセン病です。だからもう紀元前から中国ではハンセン病っていうのがあるわけですね。それでもう顔が崩れてきますので、もう誰とも会いたくないと、もうだけどそれをこう会いに行くわけです、孔子は。そして手を握って、お前は病気になったのはお前の天命だと、一生懸命生きなさいっていうことを励ますわけです、うん、ですから私のちょっと孔子っていうのはですね、天命っていうイメージが崩れました。天命っていうのは それぞれその人その人が一生かかってする仕事、うん、使命が天命だと思ってますんで、なんで病気になったのも天命だってこれで言うわけです、うんうんうん、ですからぜひ、まあ、読まれたらどうかというところです。出すっていうことで、まあ、五校東大と行くわけです。で、実は東大はですね、まあ、昔帝国大学って言ってました、うん、ところが明治30年にですね京都帝国大学ができたんで、うん、帝国大学一つだったんですけども、東京がつかな、東京の帝国大学は東京っていうタイトルがつくことになります。ところが帝国、東大の雑誌、まあ、帝国文学っていうのはそのまま帝国文学っていうことで、うん、今もあると思います。で、この人からですね、まあ学費を出してもらったところが、ここも潰れちゃいますので、養子に入ったと、それで、うん、内田から下村になったというところです、うん、大きい丸が一つと周りに8あるで合計9です。これは供養門という、実はですね、帯に千葉さんが来たというのはご存知ですかね。千葉県から鎌倉さん、うん、千葉県からですね、まあ、鎌倉時代頼朝がですね、はい、守護地頭っていう制度をやりますよね、はい、守護地頭っていうのは勉強されたと思います、うん、それで千葉県からですね、地頭として千葉さんが佐賀にやってくるんですよ。だから自分一人来るんじゃなくて家来が一緒についてきます。ですから佐賀に円治おじさんっていう人たちがいます、うん、でそれは千葉にもいます、うん、当然千葉が出身です、うん、ついてきます。だから円治おじさんというのは佐賀にいるわけです。荻とか各とかに、うん、でいろんな家臣が連れてくるので向こうの伝統なんかもやります。で、千葉さんの家臣がですこの供養門を使っています、うん、実は近くではですね、熊本の細川さん、はい、お殿様もこの供養門を使います、うん、はい、まあ漢文漢詩が得意だったんです。
でお母さんも学校の先生していまして、お母さんは古今和歌集ちなんでまして歌が、そういう影響で、まあ、ちっちゃい時から音楽を志していたというのがお侍のここのお家のやり方でして、ここで、まあ、次郎物語では売り立てっていうのをやります。聞かれたことはないということです。どんな漢字を書くかというと、異なる風のものと書きます。これはあの熊本と佐賀で使ってます、ね。しかし熊本では肥後もっこすという人物像があります。もっこす、はい、頑固ものですね。で、熊本ではただの変わり者です。佐賀ではですね、変わり者なんですけど、順応性、協調性、社会性はあるっていう人物像です。東大に行った時にみんなが夏目漱石詣をします。なぜかというと、みんな文学で一旗あげようっていうメンバーですので、漱石を足がかりにして自分も文壇にデビューしようっていう野心がすごくあるんです。ところが個人はですね、異邦人なんで、俺はそがんことすかんと、金魚の糞みたいに家に押しかけていくっていうのはすかないっていう佐賀独特の人物像です。だから自分の道を歩く。はい。で、皆さん、あの短歌、個人はずっと死ぬまで短歌をします。で、短歌で荒ら派とか白髪派っていう、何でもお花でも噂が出るとかですね、いろいろありますよね。普通そういう芸事っていうのはそういうグループに入って切磋琢磨して、あの自分の技量を上げるっていうのが芸事です。ところが個人はとうとうそのグループに入らなかった、まあ、そこが人に頭を下げたくなかったのかどうかですけど、まあそういうところでよく言ってます。実は平常心っていうのが仏教用語です、実はですね、出家してあの仏門に入りますよね。そして修行をしますよね。一生懸命お掃除したり、座禅を踏んだり、まあ、禅ですからやりますよね。その時の心境が平常心になります、ですから平常心っていうのはあの仏教者にとっては大事な言葉です。その仏教、あの修行をして何を得るかっていうと、悟りを得るためにやるわけですよね、その悟りに到達するために、まあ、ブッダっていうんですね。悟りを得た人っていうのがブッダですけども、その悟りを得るために一生懸命やるわけですけども、その悟りの浅い深いっていうのはこの平常心の浅い深いに直結する。ですからあの相撲を強くなるとかそういう場合じゃなくて、悟りを得るための心境が平常心ということで覚えていただければと思います。さんってご存知ですかね。じゃあ山本五十六さん、この人は無線が傍受されてアメリカに撃ち落とされますけども、飛行機にですね、その後の海軍司令長官がですね、古賀峰一さんです。この人は有田出身です。で武蔵なんかにも乗ってました、で実はあの横須賀にいるんですよね、当然ながら。で古典が東京にいますんで遊びに行きます。そしたら、戦争なんかやるもんじゃないよって個人に言います。そしたらどうしてだと、まあ、個人さんが聞くわけですね、古賀峰一さんに。だからいろんなお父さんが自分のところに来る、自分が海軍のトップですから。そしてそのお父さんたちが、お父さんって言っても年上ですけど、なんて言うと思います？息子が名誉の戦死をしましたってみんなこう言いにくい。その時にどんな顔でどんな言葉を返していいか、海軍のトップとして本当に困るんだと。だからみんながね、普通の人たちが悲しい思いをする戦争っていうのはね、やるもんじゃないんだと。戦争をしないために俺たちがいるんだっていうことを個人に言います。それを、そのエピソードを東京新聞に昭和24年に書きます。その原稿はこれです。ですからあの米内光政海将、山本五十六、古賀峰一、この人たちは日独伊三国協定をずっと反対してたんです。なぜかというと、当然ながらあの戦力、国力の違いっていうのは分かってたわけです、実はあの古賀峰一さん、ドイツの駐在武官をしてまして、ヒットラーと組んでアメリカと戦争するっていうのはちょっと考えられなかったみたいです、まあそういう古賀峰一さんという人が同級生、佐賀中学のだったというのをここに書いてあります。というもの、世にありと思う心は未だも消えず、
これが小金井市、東京の小金井市に碑文があります。でこの意味はですね、大いなる道っていうのは、まあ、日本が戦争に負けて世の中が変わりますよね。今までは鬼畜米英と言ったのが、今まで先生たちもコロッと止まって、今からは民主主義の世の中だってコロッと教科書に墨塗られたり、まあ、私たち勉強したんですけども、実は大いなる道っていうのは日本が進むべき道、日本人としてあるべき姿、それはまだ世の中に、日本の中に残っている、消えていないんだという歌なんです。ですから日本はまだ変わらないんだって、大丈夫だということを歌った歌になります。全国の青年団のリーダーを集めて合宿を始めるんです。実はあの合宿っていうのは運動とか勉強とか今やりますけど、実は合宿っていうのは青年団が初めてやるんです。でそれはどこでやったかというと、私が言うのもあれなんですけど、静岡県の、安倍郡の、お寺でやります。でそこでですね、まあ、そのお寺は残ってます。でたまたま、安倍郡の郡長をされるんですけどね、でここに、個人と田沢さんの名前が残ってます。そしてこれが第4回、これが19回します。でこれが最後の19回目です。佐賀県からもですね、7、8人参加します。でこれが全国から集まった、青年団のリーダーで、まあ、ここに何て言うんですか、みんなが終焉といいますか、寄せ書きをしたというところになります。いうのが青年団というわけですね。で実はそして毎年ですね、自分たちの研究、漁師さんはどうやったら魚をうまくクロウセンで取れるかという漁具の開発、お百姓さんだったらどうやったら米をたくさん取れるかっていう研究、そういうのを発表して、他の人にプレゼ、あの、なんていうんですか、あのプレゼントっていうか、特許なんか取らないで、あのみんな広めて、みんなが豊かになっていこうっていうのが青年団の理想だったわけです。でそれで、まあ、その欲音解放っていうね、それがずっと続いて、全国に、あの個人はですね、児童物語は非教育的ということで連載中止になります。昭和12年の確か10月だったと思います。それで全国のこの卒業生を回って、秋田だとかいろんなところ全国回ります。当然佐賀に来ます。しかし佐賀には来てもですね、佐賀に三池誠さんって代議士がおられたのはご存じない、はい、それでは先にあの人から呼ばれてですね、佐賀でも講演会します。だけどここにはとうとう来れなかった。まあ、よく私映画見ますけど、あのフラッシュバックってありますよね、うん、あまりに辛い体験をすると足がすくんだり、はい、なんていうんですか、動悸を打ったり、個人もやっぱりあまりにここを出ていくっていうのは辛かったんで、あのここにとうとう、ここが恋しいんですけど来れなかった、うん、まあ、辛い体験をするっていうのは、うん、まあ、そういうことだったということで、まあ、これが全国の青年団の